ご視聴ありがとうございます。竹内英二です。今回はですね、サマソイの第7弾ラインナップやステージ割についてお話したいと思います。僕のチャンネルでは楽曲レビューやライブレポートなど音楽についてお話をしています。皆さんに共感いただけることだったり、有益なお話ができたらと思いますので、チャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。では本題なんですけど、僕のチャンネルでのサマソイについての動画は第2弾以来となるんですが、5月23日に第7弾アーティストの発表がありました。5月は1日、14日、16日、23日と立て続けに発表があり、一気に盛り上がりを見せたのではと思います。で、なんでこんなにもバタバタと発表があったのかというと、例年チケットの一般発売が5月の後半にあり、今年も25日からとなるんですが、それまでにある程度出揃っている状態にするために、今年の第1弾発表がヘッドライナーの難航で約1ヶ月遅れたことによる帳尻合わせを5月に行ったと考えられます。ちなみに去年は5月25日に第7弾発表だったので、今回の発表で例年通りのスケジュールに戻したことになります。で、ここ最近発表されたラインナップというと、邦楽 K-POP が主で、第6弾でウエスト、第7弾でナンバーアイと、旧ジャニーズ勢も発表となり、熱狂的なファンも多いので、ここからチケットが大きく動き出すことになりました。ちなみにご存知の方もいると思いますが、テケシン音楽情報という YouTube チャンネルでは、ナンバーアイの出演予想を以前からしていたので、見事に的中したことになります。で、23日の発表時点では、まだチケットは買える状態でしたが、夜には東京は全県州完売となりました。この早い動きに、もしかしたら買えなかった方もいるのではと思います。かといって、まだ諦めるのは早いと思っていて、方法としては、予約したチケットの支払い忘れによるキャンセル分があり、在庫が復活する場合もあるので、念のためチケット販売ページを毎日チェックしてみるのもいいと思います。あとは公式リセールや非公式なので推奨はできないですが、チケット売買サイトで買うのも方法の一つだと思います。ただ SNS での個人間での取引に関しては詐欺の場合もあるので注意が必要というよりはしない方がいいと思います。あとは去年はなかったんですが、チケットの追加販売をした時もあったので望みは低いですが、可能性はなくはないと思います。また大阪に関してはプレゼンチケットは完売していますが、ワンデイチケットは現時点ではまだ買えるので遠征をするのも手だと思います。そして今回東京会場においては朝一整理券というものが販売されるんですが、これは抽選なので当たるかが不確定のため、熱狂的なファンの方は確実に前の方で見れるプラチナチケットを買ったのかなと思います。で、今回のメンツに関しては否定的な意見ももちろんあるんですが、現状の円安の影響で海外アーティストをあまり呼べないから邦楽 K-POP に頼ってしまうのは仕方がないし、旧ジャニーズ勢に関しては今年に限ったことではなく例年通りだし、ざっくばらんなメンツというのがサマソイの特徴だと個人的には思っているので、今年は今年でブッキングを頑張ったんじゃないかと思います。そして話は変わり、ステージ割についてなんですが、各ステージのアーティストの並びを逆にすることで、大体の手順がわかるので、見たいアーティストの被りが生じたりと、悩ましい部分もあると思います。ですが、去年もそうだったように、ラインナップの順番とタイムテーブルが必ずしも一致するわけではないので、おそらく8月上旬のタイムテーブル発表までは、わからない部分もあると思います。ただ、一つのステージに集中しないように、あえて被らせて分散を狙っているところもあると思うので、アーティストの選択を迫られる局面もあると思います。あとは一つのステージに8組、オープニングアクトが入ると9組分のライブが例年通りであればあり、現時点では各ステージ7組の発表が多いので、各ステージにあと1組ずつの発表はあるのかなと思います。とはいえ、もうほぼほぼ出揃っているので、ここに来てビッグネームが来ることはもうないと思いますが、まだまだ楽しみは残されているし、東京に関してはミッドナイトソニックはあるだろうし、ソニマにもまだ追加がありそうです。また大阪に関しては会場変更のため今までとは勝手が違う部分があり、常連の方でもいつも通りとはいかないと思うので、不具合なく無事に成功できたと思います。と、今回の内容は以上になります。サマソニ東京に関しては以前に初めてのサマソニ東京という動画を出していますので、初めて行かれる方は参考にしてもらえたらと思います。また何かサマソニについてお話しできることがあれば動画にしますし、完売したチケットの復活情報があればコミュニティ欄でもお伝えしていきますので、よかったらチャンネル登録をしてお待ちいただけたらと思います。今回はサマソニの第7弾ラインナップやステージ割りについてお話ししました。皆さんの高評価やチャンネル登録、コメントが次の動画を作る大きなモチベーションとなっています。この動画を楽しんでいただけましたら反応いただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。